次に大大大門門門君君のの質疑を行いますす日本共産党の大門美樹です新型肺炎、今日もすでに衆参で、我が党、また各党議員から質問がございました。あの繰り返しの質問はいたしませんが、1点だけ現場の声に基づいてお願いをしておきたいと思います。手元にあの厚労省のフロ,ーズフローズを持っておりますが、 法人が帰還したのの検疫体制のフローズでございます今のところ、遺伝子検査しか確定、判定の方法がないということで、大変そこに時間がかかると、ところが、なかなか体制が整わないということはあるみたいでございますので、緊急に特に検査体制の強化をです、ねえー、してほしいというのは、現場からたくさんの声が届いておりますので、私の方からも、 総理にお、ね、お願いをしておきたいというふうによろししくお願いしたいいたと思いますで今日は、私がずっと取り組んでまいりましたカジノ問題について、昨年末以来、大きな問題になっておりますので、取り上げたいというふうに思います。2017年の8月4日、沖縄の那覇市で、500.com 主催のシンポジウムが開催をされました。 そこで今回逮捕された秋元司梶佳児の IR 担当副大臣、まあ、当時が、ね、講演をしております。その時の秋元さんの講演料、当初予定は50万円だったそうでございますが、IR 担当副大臣に就任したというたん、一気に200万円にアップをしたと、この,この賄賂性がです、ね、検察からも問われているということでございます。でこのシンポジウムで何が 話をををされたたたののかとといいうことを我が党の赤旗日曜版が党赤日独自にビデオ動画を入手ししましたえ必要があれば、後で公開もしたいと思いますけれど、まあ、何を言ってるかということを、その核心部分だけですね、たくさんいろんなことを言ってるんですけど、パネルにいたしました。え要するに、まず言ってるのは、私が強行採決をしたと言われていると、もみくちゃにされたその委員会を経て、 この法律を成立させてもらったとつまり自分が強行採決したんだということを自慢しているわけでございますでもう一つはまあこんなこと勝手に言ってるんですけど沖縄基地返還後の土地の利活用 ir で開発すればいいと、えー、沖縄の地元経済が活性化していくそして最初の三カ所に沖縄がなるかどうかわからないがセカンドタウンつまり二巡目もあるので、えー、手を挙げておいて 置い,たはいいいたということを沖縄経済界の人にですねこういうことを言っているわけですね、そして 500.com のパン・生命 CEO が、これは通訳の人の,あの通訳なんですけれども、沖縄と中国の主要都市は近いと、まあ、飛行機で1時間半以内に来れるというようなこと、そしてその点で言えば、マカオやシンガポール、香港と比べて有利だということを言っております。でなおかつは 沖縄に1500億円から3000億円くらい投資する用意があるなどと発言しております。要するに、要するに秋元さんがですね、沖縄の経済界の人たちに、カジノ誘致に手を挙げてほしいと呼びかけると、そして 500.com が、その際はうちをよろしくということで売り込んでいるわけでございます。まあ、現職のですね、えー、IR の担当副大臣が200万円もらって、 カジノ事業者と一緒にカジの売り込みに行ったわけでございまして、とんでもないことでございます。総理、なんでこんな人を任命したんですか。安倍内閣総理大臣。委員長、あのまあ副大臣の任命にあたっては、それぞれの専門性やですね、これまでの経験、そして調整能力。 発信力などを総合的に勘案し、任命をしてきたところでございます大体秋元さんはあの参議院にもおられたことがありましてね、もともとはパチンコ業界との関係も深い方、そしてあの問題になりましたけれど、外国人留学生が大量に行方不明になった大学からお金をもらっていたというような。まあ あの赤旗にもよく登場していただいた方なんですけど、よくまあそういう方をですね、そういう方にカジノなんか担当させたら、こんなこと起きるのは十分想像できたんじゃないかというふうに思うわけですね。いかにあのいい加減なあな任命だったかということがありますからでまずはやっぱり任命責任ということを、総理、やっぱりきちっと捉えられるべきじゃないかと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣 現職の国会議員が逮捕・起訴されたことは、誠、まあ、に遺憾であり、えー、重く受け止めているところでございます。まあ、現在、捜査中のです、ね、刑事件に関することであることから、まあ、詳細なコメントは差し控えたいと思います。大 もっとね、重く受け止めるべきだと思うんですね、副大臣の逮捕でございますので、それとあの海外カジノ企業が、ね、政治家に資金提供しようとしたのは、500.com だけではございません。2018年7月の参議院の内閣委員会で私、取り上げましたけれども、アメリカの大手カジノ企業であります、シーザーズ・エンターテイメントが、日本のアドバイザーを介して、通じて、カジノ議員連盟のメンバーの幹部にですね、 えー、パーティー券購入の形で、2014年から2016年の間に合計152万円の資金提供をしていたことが発覚いたしました、当時、官房副長官だった西村さんに来ていただいて、委員会で確認したら、えー、事実を認められたわけでございます。でそのときに名前は出ていましたが、大臣ではなかったんで、私、直接お聞きできませんでした、萩生田さんです。 で報道ではあの前が出ておりまして、えー、我が党の赤旗がです、ね、萩生田さんの事務所に、えー、問い合わせをしたら、えー、金額が違うと、つまり金額は違うけど、パーティー券を購入してもらったと、その事実は否定をされませんでした。改めて伺いますが、シーザーズの日本アドバイザーに、パーティー券を購入してもらったのは事実でしょうか。萩生田文部科学大臣 まずあの政治活動に関する収支は法令にのっとり適正に処理をして、そのすべてを報告しております。えー、その上で申し上げれば、ご指摘のえ海外企業からですね、パーティー券を購入していただいた記録は私どもの方にはございません。そしてあの報道にありました日本企業が、当時、日本企業がえーパーティー券の購入をしたという事実はありますけれども、 当時、IR に関係しているという認識はございませんでした大門、三木さん。それはちょっとあり得ないと思うんですね、西村さんの経産省の先輩がやっている、えー、そういう企業、そういうアドバイザーでありますので、あのまあ、今、知らないと言われても、あのそんなわけがない相手でございます。で、あの要するにですね、カジノ議員連盟の幹部として、西村さんも萩生田さんも大活躍。 されてきたわけですねでシーザーズの、実はシーザーズがなんでこのときに、えー、こういうことがこうリークされたかというと、シーザーズは当時、アメリカで破産法の申請をしておりまして、えー、そんなアメリカの司法当局が、そんな企業が何やってんだということで、日本のしかるべきところに情報をリークした、た,たまたまシーザーズはそれで名前が出たんですね。ところが先ほど、あの田川佳さんの後ろにあったとおり、いっぱい。 いっぱいカジノ企業は日本に参入して、しのぎを削っているわけでありまして、献金とか資金提供したのはシーザーズだけとは、到底考えられないわけでございます。でそこで、あの私はあの今、現職の大臣なんで、萩生田さんと西村さんにですね、カジノ議員連盟の幹部でございましたから、シーザーズ以外も含めて、以外ですね海外カジノの日本エージェント、あるいはアドバイザーからですね、パーティー金、あるいは講演料、 含めて、報酬をもらったり、資金提供を受けたことがないかどうか調べて、参議院の予算委員会に報告してほしいんですが、いかがですか萩生田文部科学大臣。あの私、海外の企業から資金提供も講演料もいただいたことはございませんけれど、あの参議院の方でお決めになれれば、それはそれで従いたいと思います。大さん委員長今あの求めたお二人の大臣についてです、ね 今の内容で報告を求めるように、予算委員会で図っていただきたい、あの要請あれば出すということなんで、よろしくお願いします合、はい、国理事会で協議をさせていただきます内門美樹君、えー、次に、カジノ・ IR のです、ねえー、区域整備計画の認定と更新について、えー、まず赤羽大臣にお聞きいたします。えー、区域整備計画、つまりカジノ・ IR 営業の認定の有効期間というのは、最初は10年。 その後5年ごとの更新というふうになっておりますその更新の際には、改めて議会の議決、あるいは立地市町村の合意が必要となっております。この趣旨なんですけれど、これはもうあのそのあの見て通りだと思うんですが、要するに、更新の際にも、ですね住民の意思や合意を尊重しなければならないと、そういう趣旨だと、かつて答弁もありましたけど、改めてお聞きしますが、そういうことですか。 赤国務大臣あのそのとおりでございます大門つまりです、ね、ある地域でカジノが一旦認可されて、営業が始まったと、いろいろあるか分かりませんが、例えばギャンブル依存症が蔓延をすると、で韓国のカーンランドのように、えー、闇金融、えー、あるいはおぞましい風俗が広がる、社会環境が悪化すると。 そのときに10年後にですね、住民がもう一度判断ができるわけですね、もうやめようと、こんなのやめてほしいと、そのときにそれを受けた議会がですね、えー、認定の更新を認可しないとあ、決議しないと、立地市町村も、えー、同意しないとなればやめられるわけですよね、ですね。でこれは私はあのカジノの整備法はもう,もう大反対をしたわけですけれども、少なくとも、 この家事の整備法、実施法のほんの僅かな、ほんの最小限の良心ではないかと思っていたわけであります。ところが、ですねこの更新、住民合意の仕組みを、こんなものは発動させないというふうに、カジノ事業者に向けて豪語されたのが萩生田さんであります。 えー、去年の8月8日、大阪で開催された日経 IR フォーラム、ここで萩田さんの講演、えー、講演の中で IR カジノの更新制度について、えー、どういう発言をされたか、えー、またこれも録音テープを入手しておりますので、パネルにしてあります。で要するにです、ね、私は,私は超党派の、IR、のの IR 議連の事務務局長などを務めて 議,議員立法の自民党の責任者だと、俺がやるんだとで、海外の投資家、企業の方々から今申し上げた、IR 区域の認定に最初に10年間の認可を与え、5年ごとの更新手続きをする制度が大きなリスクになっていると、つまりやめてくれと言われたら困るということは承知をしていると、あえてこの場で申し上げるがということで、あの踏み込んでしゃべっちゃってるんですね。 基本方針を作る中で、解説をきちっと入れさせると、10年たったときに知事や市長や議会の構成が変わって、やっぱりあんたたち出て行ってくれと言っても、訴訟になると、これが重要なんですが、訴訟になると、10年たったときに事業をやめろということはできないようになっていると、これを次の基本計画を発表するときに、ご理解いただけるようにするので、皆さん安心して準備をしていただきたいと。 先ほど赤羽大臣からありましたけど法律ではですね、10年後に家事の IR を許可しないこともできると、住民の意思を損傷しましょうと、そういう機会を設けましょうと、もしそんなことになったら、訴訟を起こせばいいんだと、損害賠償の、そうすれば莫大な損害賠償を求める契約にしておけばですね、自治体がもう更新しないといっても、何千億も、何千億も求められて、払えないから、 やめるにやめられなくなるというようなあ、そういう基本方針を、後で発表するからということを、まあよくまあ堂々とここまでおっしゃったなと思いますが、あのこういう発言をされたのは、これ、テープそのままなんですけど、事実ですよね裕田文部科学大臣あの。昨年のフォーラムにおける私の発言は、一議員としての意見を述べたものであり、文科大臣として出席しているこの場でコメントすることは差し控えさせていただきたい,と思います。 大三吉君,大美君あの、もう一つ聞きますねあの、自民党の幹事長代行ですよね、この法律の趣旨は、赤羽大臣からあったとおり、住民が更新のときにもう一度判断できるとなってるわけですね、それを自民党の幹事長代行、どのなが偉いか知りませんけど、そんなことやらせないようにすると、こんな発言していいんですか、どうですか、それ。 萩生田文部科学大臣まあその上であえて発言しますけど、どの先生、あの事業者向けにというふうにおっしゃいましたけどこれは日経新聞が公開で行ったシンポジウムで、自治体関係者ですとか、一般の市民の方も出席してた会合です。私、この部分だけ、あの多分お好きな部分だけを多分取って、このメモを作っていただいたんだと思いますけれど全体の中で私、申し上げたのは、 ir 事業については長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が前提であるところ、実施協定が長期にわたるものであったとしても、事業が計画に従って着実に実施されているかどうかについて、確認を行うために区域整備計画の認定の更新制度を設けているということを申し上げました。その際、万が一事業者が実施協定に違反していないにもかかわらず、自治体が計画を更新しないという判断をする場合には、自治体側に 訴訟リスクがが生じるる可能性があるという趣旨のの発言をしたものですすなわち、あのこれはですね、やっぱり時の,あの首長が誘致を決断する側の自治体も、住民の皆さんの十分な合意が当然必要でありますし、将来にわたってこの事業がきちんと継続できる中身やコンセプトや、あるいは事業計画というものをきちんとしてもらわなきゃならない、また、進出を考える企業側もきちんとした覚悟を持ってやってもらわないと混乱しますということを申し上げました相馬さん、そういうこと言ってないんですよ。 事業者にとっては長くやりたいんですよね、で長くやるような合意がいらんまあいいですよね,ね、少なくとも。ところが、住民が嫌だと、もうやめたいって言ったときに、あなたの言ったのをやめさせないと、書いてある、言ったじゃないですか、あなたは。これ、はそのままでしょ、テープ、何言ってるんですか。で要するに、住民の意思よりも、えー、法の趣旨よりも、えー、事業者のもうけを優先した発言をされたわけでございます、そしてこれが具体化されてしまいます。次ですねえー その後の9月4日に発表された政府の基本方針、これにはですねわざ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 え区域整備計画の認定の有効期間、つまり10年を超えた期間を定めることも可能であると、10年ってご存じですよね、初期投資は10年で回収できると、10年やったらもう損はないと、その上ですよ、その上でそれ以上定めることができるということをわざわざ書いて、そして自治体が、今おっしゃいましたよね、自治体の理由で取り消しをする申請は、 慎重な考慮をしろと。で、えー、保償について規定することも可能と、わざわざ損害賠償もできるよと。で、それがですね、この前私、大阪行ってきたんですけど、大阪ではすでに実施方針案に組み込まれて、ご邪魔、ま、すみません、これ、案ですね、実施方針案に組み込まれております。事業期間35年、えー、そして書いてあることは、事業者の方に責任があるような場合で、 え自治体がもうやらないといった場合は、ですね大阪の場合でしたら、大阪と太市はえ一切の責任を負わないと、これ逆に読むと、それ以外の場合は責任を負う、つまり、何か大きな過失を事業者がやったときは、それはね責任取らないと、もうやめてくれと、そうじゃなくて、住民の意思で、もうカジノをやめてほしいと、大阪の人たちがですね、もうギャンブル依存症蔓延だと、風俗蔓延だと、やめ金がいっぱいはびこると、そういったと理由だったら、 逆に言えば、責任を負うということになるんですね。巧妙に書かれておりますけど、そういうことなわけで、ございます。赤羽大臣、あのー、これ法の趣旨と、全く違うことが実態で進んでおります。あ、萩田さんの発言を出発点に、赤羽大臣、このままでいいんですか。赤羽国務大臣。まあ、あのですね、この、この大阪、お、ちょっとすみません、大阪の場合が。 この案が正しかかどうかは知りませんけど、こういう書きぶりをするケースもあるかと思いますそれはた多分です、ね、あの逆の立場で、今ああのおっしゃるルおの逆の立場で、事業者としてはやっぱり10年で、急にあの自治体の方がもうやめだというようなことを言われたら、なかなか初期投資としてどうなのかというような配慮もあるし、逆ま、いやいや、僕はどっちかっていうんじゃないんだけど、両,両面あるということで、いずれにしてもです、ね、あのそれはあの自治体と、 事業者の中でどう決めるかということです、でそれを決め,いや決,め決めたことに対して、決めたことに対して、議会の議決、地元住民とか議会の議決をです、ね、取らなければいけないわけですから、最終的には、そこで担保する、でで私たちの、私たちのね、あ,のあ,のあれはですね、例えばの治安対策、ちょっとこれ別の話ですが治安対策ですけど、まあ、いいことだけ言ってはだめよと。 治安対策にかかる経費ですとか、あのインフラ整備のコストとか、地域経済への影響が大きいことについても、ちゃんとあの区域整備計画に記載して、あの説明を求めるというのはこう決まっておりますし、加えて、JR 事業との継続がこ、ちょっとま長いって、ちゃんと答え、IR 事業との継続が困難になった場合の措置などもさまざまな指摘が出ることを想定して、そうしたことについても十分な説明を求めていきます。 とにかく法の趣旨最、最小限の整備法の良心さえです、ねえー、実質的にそれが発動できないようなことが今、進んでいるということで、ちゃんとチェックをされるべきだし、あのこのテレビをご覧になっている方、全国で火事のもう嫌だという方、今止めないと、三十何年止められないと、ですから今、本当に野党はです、ね、廃止法案出しましたけど、今、一緒に止めようということを呼びかけて、えー、質問を終わります。以上で 大門ミキシ君の質疑は終了いたしました。これにて内政以外